はい、おしです。いつもありがとうございます。今日の調子はいかがですか？この季節の変わりになりますと、さまざまな不調を訴える人が多くなってきます。特に気圧、湿度、気温なんかによってさまざまな不調、例えば偏頭痛とか目の疲れ、首こり、肩こり、関節の痛み、イライラ、または立ちくらみ、めまい、そのような症状が出てきたりします。これは俗に天気痛なのかもしれません。こんな時には愛知医科大学客員教授の佐藤先生考案の耳回しマッサージをやってみると、少しその痛み、苦しみが軽減されるかもしれません。朝昼晩1回毎日実践してみてください。それではね、その耳回しマッサージ実践してみましょう。人差し指で耳の上を持って上にグーッと引っ張ります。5秒間、1、2、3、4、5。はい、耳の横を持って横に引っ張りましょう。1、2、3、4、5。はい、耳たぶを持って下に引っ張ります。1、2、3、4、5。そしたらね、今度は耳たぶを横に引っ張りながら後ろ向きに5回1回します。2、3、4、5。ゆっくりとね。そしたらこの耳の上と下のところをこう潰すような感じでぐーっとこう潰していきましょう。はい、これ5秒間、1、2、3、4、5。はい、 OK です。そしたら手のひらを耳をこう覆いかぶせるようにして、この状態で後ろ回りに5回回します。1、2、3、4、5。これをね、朝昼晩1回、毎日実践してみてください。さまざまな不調に効果的かもしれません。耳の内耳が整いますので、この天気痛に行ってくる、または脳梗塞、心筋梗塞、あるいはうつなんかもこう悪くしてしまったりすると言われています。ぜひこれをね、日頃の生活の中に取り入れて、毎日元気に、明るく元気にいきましょう。それではまた。